あなたはもう目覚めてはくれないの？おはようと言ってはくれないの？主任、またここにいたんですか？あの、元の世界に戻れたらきっとコスモスを治す方法だって見つかりますよ。だから、アレン君。はい。ここが本当にあのミルチアだと思う？そうですね、にわかには信じられませんけど、ももちゃんが集めたデータは間違いなく15年前のミルチアを指し示してますし、私にはわからない。確かにここはあの時のミルチアだわ。フェブもバージル注意も幼い自分自身にもあった。でもだからって簡単には理解できない。ここが本当にあのミルチアなら、あと数日後には最悪の運命がこの星を襲うことになるのよ。信じられる？そういえばジンさんが言ってましたよ。ここが本当に過去の世界なら、僕たちの行動遺憾によってはその後の未来に重大な影響を及ぼしかねないって。確かに過去をいじくったら僕たちにどんな影響が出るかわからないですからね。でもよ、もしそうなら私たちの手で過去が変えられるってことじゃない？アレン君は過去を変えたいと思わない？そりゃ僕にだって変えたい過去は山ほどありますよ。むしろそういう考えを持つ方が普通じゃないでしょうかね。後悔しない人間なんかいない。誰だってやり直せるものならやり直したいと思ってるんじゃないですか？でもやっぱり状況がわからないうちはこの世界に干渉するべきではないと思いますけどね。確かに理屈ではそうかもしれないけど、でもそれでも、もういろいろありすぎて頭がおかしくなりそう。主任、きっと疲れが溜まっているんですよ。もう少し休んでいたらどうです？そうね、気分転換にちょっと街の様子を見に行ってくるわ。え、待ってくださいよ。状況がわからないのに外に出るのはまずいですよ。何かしてないと落ち着かないのよ。それにこんなところにいたら状況だってわからないままだわ。